ウィリアムズバーグ駅はアメリカ合衆国バージニア州ウィリアムズバーグノースバウンダリーストリート468にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。ちょうどコロニアルウィリアムズバーグの北西に位置するウィリアムズバーグ交通センターはコロニアルリバイバル様式の淡い色のレンガ作りの駅である。チェサピークオハイオ鉄道は 20世紀初頭にこのスタイルの旧駅を建設した。2本ずつの円柱と白いひさしが平屋建ての駅舎入り口のスタイルを金星が取れたものとしている。強く左右対称の建物の本体は、それぞれの側にダブルベイの翼との旧サイド、切り爪屋根の両側に煙突がある。室内は、化粧レンガの壁、ドアのダークウォールナット、アーチ型の窓枠、切符売り場の窓が、 待合室を落ち着いた雰囲気とすべく高い天井と組み合わせられる。アムトラック待合室、駅とトム室が駅舎の東側部分を占め、新しく追加されたバスやレンタカー事務所は以前の貨物室だった大きな西側に入居している。グレーハウンドとトレールウェイズバスラインは路線バス、タクシーと一緒に西側外で客扱いをしている。アムトラックの停車する列車は 下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。